必ずやろう日本最高朝日豊ですこの動画を見てなるほどねなんてね思ってくれたらぜひチャンネル登録よろししくお願いいたします元総理大臣の鳩山幸夫さんがですね、まあ、またあのちょっと問題発言というのを行いまして、えー、ウクライナのゼレンスキー大統領というのはですねまあロシアの東部地域においての、ね、虐殺 ね、これについてちゃんと反省すべきなんだとそういうことをやらないから、ね、ロシアがウクライナを攻めるようなそういう口実になっているんだと、まあ、こういうことを、えー、言ってくれました。このの鳩山さん的な見方というのは まあ別にこの鳩山さんに限らず保守派と言われる人たちの中においてもまあ割とね広くあったりしてで私はちょっとそれ違うんじゃないのということについてまああの他の動画でもねえ話をしてたりするんですけれども浅香さんが言っているのはそれは根拠が曖昧だよねと薄弱だよねとそんなんじゃ納得できねえよっていうねまあそういう意見も えー、たくさんあるようですですので、まあ、もうちょっとこの点について深掘りしてみようというふうにこの問題を考える時にまずですね私が思い出してもらいたいというのは全ロシア商工協会。 ね、この証校はあ軍のその指揮官の将校の話ですけれどもこの全ロシアロシア全体の将校たちの集まりの協会全ロシア商工協会の会長のイバショフ会長さんがですねどんな話をしていたのかということをちょっとね復習してもらいたいと思うわけなんです。でイバショフ会長は何を言ってたかって言ったら今のロシアに。 脅威というものはあるのかって言ったらそれは確かにあるけれどもその脅威というのはロシアの外からやってくるようなものとかではなくてロシアのの内部にあるる問題ががそれが脅威なのだと言っているんですねこれはどういうことが言いたいのかと言ったらプーチンは NATO が脅威だ西側が脅威だやつらはロシアを追い詰めるために ありとあらゆる陰謀を働いてくるこれに対して我々は戦わなくてはいけないのだまあ、こんな感じで言うんだけれどもそんな外側に脅威はないよとむしろロシアの内部自体のところがおかしいんじゃないかだからプーチンはもう政権から降りるべきなんだまあ、これを言っているのが岩書府会長の見解なわけなんです でイバショフ会長が特に重視しているのはこれは自分個人の意見ではなくて全ロシア商工協会の基本的にみんな同じような考え方をしているっていう、まあ、こういう話をしてるんですね。まあ、もちろん ロシアの将校にもですね、いろんな人がいるはずですから、ロシアの将校が全員同じ考え方をしているというのは、それはありえないっていうことにはなりますが、しかしながら、全ロシア将校協会のその主だった会員たち、 ここの中においては、これは一致点を見出しているっていうことになるわけなんです。そうすると、よくプーチンが問題にしてくる、外からの脅威、西側からの脅威、NATO からの脅威というのは、実はロシアのその軍関係者の中にあっては、そんなの大したもんじゃないだろうと。 いうのが実は共通見解にななっていいいるるととととううここがわかるということなんですねさてかつてロシアにはルツコイ副首相という方がいましたがこのルツコイ副首相の報道官をやっていたグリビンスキーさんという人がいるわけなんですね。 このグリビンスキーさんも実はこのイファショフ会長と同じようなことを口にしているわけなんです。ロシア国民はねもうプーチンの言っているようなことによってもう催眠術にかけられてね西側はロシアを憎悪してねっ部別して破壊しようと思っていろんなことを仕掛けてくるのだこれに対抗するために我々は頑張らないといけないのだ もう本当にこんな考えに入っちゃってるんだけれども。だが、ソ連邦が崩壊してから、ね、クリミア併合に至るまでのこの期間の間にですね、西側はそんなね、ロシアに対して敵対的な姿勢を見せてきたかって言ったら、全然見せなかったじゃないか。特に1990年代っていうのは、 ロシアはものすごく経済的苦境に陥って国家が分裂し消滅するかもしれないそんな危機的状況の中にあったけれども西側はそんなロシアにいっぱい手を突っ込んできてこのロシアを解体させてやろうということはやらなかったよねとで。でまあ、クリミア併合をやっちゃったからそのクリミア併合以降に関しては 確かに西側はロシアに対して厳しくはなったんだけど逆に言えばクリミア併合みたいなことをですねロシアがガーッと手突っ込んでやらなかったら NATO はは今でも別にににロシア対対してて敵対的ななな勢力にはなってないよそもそもプーチンの NATO の東方拡大これによって我々の国が侵されているのだなんてのもこれは作り話みたいなもんだよと。 まあこんな感じのことを述べてたりします。そして現在のこのロシア政権の中、つまりプーチン政権の中で安全保障顧問までやっている、このロシアにおいての安全保障問題のですね、超スペシャリストであるアルバトフさんという人がいるんですけども、まあ、この人も、まあ、確かにねと、NATO はかつての16カ国から 今や30カ国まで広がるって形になったよねとじゃあそれが直接ロシアに対する脅威になってるかといったらこれはほとんど脅威にはなっていないなぜならば16カ国から30カ国に増えたといっても軍備は前の状態の方がむしろ高かったんじゃないかぐらいの状態であって別段これがですね ロシアに対する脅威だってことになるのかということを言ってるわけなんですね。で、そもそもなんで16カ国だったのが30カ国になったのか。これは当たり前なんですが、いわゆる東欧諸国がですね、バン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 その加盟していったってことになるんだけど、じゃあなんでその東欧諸国が加盟していったのかといったときに、NATO がですね、お前入れ、お前入れ、お前入れという 強引にです、ね、この入れるようなそういうことをやったのかといったらそうじゃないよねと。この東側諸国というのがロシアの脅威にさらされてこんな形でロシアがうるさく行ってくるんだったらここから逃げ出して西側の方に入っちゃった方がいいじゃねえかっていうそのことでどんどん入るということが起こっちゃっただけで。 別に NATO がロシアを潰してやろうと思って手を加えていったというのはそれは違うよという話をしているわけなんですよ。で、以上挙げてきたのがロシアの軍人たちあるいは安全保障分野においての結構著名な人あるいは現在の政権の責任者に当たるようなそういう人たちが そういう話をしているということをどうして素直に認めないのかってこともあるんですよね。このことに加えて私はですね、今の大統領であるゼレンスキーさんという人は一体どういう人だったのかというのもちょっとですね、こう頭に置いてほしいなと思うんで、ここの説明をね、やろうと思うんですけれども、ゼレンスキーさんはですね、もともとの母語、 つまり、一番自分がですね、生まれながらにして覚えて習得した一番体に馴染みのある言語、これはロシア語という人なんですよ。彼はドネツクの出身で、 したがってまあもともとロシア語で育ってきたような人であって彼が大統領になる前はですねまあコメディアンだったなんて話はですねまあ知ってる方も結構多いんじゃないかと思うんですけど彼がそのコメディアンとして俳優として活躍していた際もですね実は彼が使っていた言葉というのはロシア語だったというこういう話もあるんですね。 彼がウクライナの大統領選挙に出馬した、そんな時も、実は彼はウクライナ語はあんまり得意ではなかったっていうことが言われてます。で、彼がウクライナ語を習得したのは、なんとですね、大統領になった後に猛特訓をして、それでウクライナ語を身につけていった。それで今ではですね、えー、ウクライナ語でもってこうテレビ演説とかもバンバンやったりはするんだけれども、もともとはそんなにウクライナ側 得意だだっったたわわけけでではななない、まあ、そんな人だったわけなん人すね彼はですね2019年の大統領選挙でまあ当選して大統領になるんですがこの時に彼はどういう立ち位置にいたかといったら彼は別にですね反ロシアといいう立立場に立ってた人でではないんですよ、まあ、彼が大統領選挙に出馬した時の、えー、その時のね大統領だったのがポロシェンコさんという人がいます。 また、ウクライナで首相をやったことのある、ティモシェンコさんという、まあ、すごい美人で有名な政治家がいるんですけれども、まあ、そんな人もいたりするんですが、この二人は完全な新欧米派の人たちなんですね。で、そういう完全新欧米派の二人に対して、いやー、 ロシアともちゃんと話すべきではないのかという、そういう立場に出てきたっていうのが、これがゼレンスキーだったってことになるんですね。ゼレンスキーは民主主義を愛している人であり、ね、考え方の根っこというのは、それはあの、西側民主主義というものがベースになるべきだという考えはあるんだけれども、だからといって、ロシアを排除していいかっていう、そういう考え方はなかった。 ただ自分が大統領になってみてですね、ロシアともうまくつながりながら、それでもまた一方において民主主義を大事にしていこうということを、まあやっていこうとしても、このロシアが一筋縄でいかない現実というものにだんだんぶち当たってきて、 方向が少しずつ変わってきたというのが、これが実際だったりするわけなんですよ。さて、ゼレンスキーが大統領になる前にポロシェンコ政権というのがあったわけなんですけれども、じゃあこのポロシェンコ政権があった時にですね、ウクライナ人のロ,そのロシアに対しての好感度ってのはどうだったですかって言ったら、ね、 これはあの以前にも確認しましたように実はその期間中にですねロシアに対する好感度ってぐーっと上がってるということもあるんですねところがプーチンはこの期間も含めてウクライナは新ロシア派に対してのジェノサイドをずーっと繰り返してきたんだという話をしているわけじゃないですかこれってどう見てもおかしいと思いませんか もしそんな形で新ロシア派に対する攻撃が行われてるんだったら、ウクライナの人たちの中でのロシアに対する反感というのは絶対にグワガガガと上がっているに決まってるじゃないですか。それがなかったというのが、ね、これが実際のところなんです。 しかもそんな状態でですね、どちらかと言ったら、むしろ新ロシア派に近いような立場のゼレンスキーをウクライナ国民は大統領として選んだわけなんですよ。ということは、 ウクライナの人たちの中でロシアを徹底的に排除しようなんていう意識は全然なかったしその中で選ばれたゼレンスキーもそんな意識は持ってなかったっていうことがそれはわかりますよねってことなんです。で、こういうことを取り上げていった場合にこのウクライナのその東部においてジェノサイド的なことがですねもうね 2014年から引き続きずーっと行われてきたんだというプーチンの言っていることがどうも合わないんじゃないのというふうにやっぱり理解すべきなんじゃないかとまあ私は思ってるということになります。私はですね自分の考えを押し付ける気はないですよ。なのでこれを一つの材料として皆さんが考えてくれればいいということなんですけれどもまあ私としては まあそういうふうに理解しないとこの全体像は理解できないんじゃないのというふうにまあ思っているところがあります必ずやろう日本最高朝日豊でしたチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますまたベルマークの通知設定をすべてに切り替えていただきますよう合わせてお願い申し上げます